いつもロペラユショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2017年モデル、メルセデス AMG、AMG GTS を紹介させていただきます。まず、お車の状態ですが、特に目立つ傷はございません。走行距離に関しましても、約1000キロと、新車に近いコンディションを保ったお車でございます。外装色はマグネタイトブラック。インテリアはブラックハーフレザーを採用しております。ヘッドライトに関しましては、LED ヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンは4リッター、V 型8気筒のツインターボチャージャーが搭載されており、最高出力は522馬力を誇ります。また足元に関しましては、純正のフロントが19インチ、リアが20インチのアルミホイールが装備されており、キャリパーはレッドキャリパーが選択されておりますので、足元も非常にスポーティーに仕上がった一台となっております。続きましてリア、紹介させていただきます。大型のテールライトが装備されておりますので、街中でも目立つこと間違いなしの一台となっております。またマフラーに関しましては、2本出しのマフラーが装備されており、サウンドも十分にお楽しみいただけます。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては手動での開閉となります。スーパースポーツカーではございますが、トランクスペース十分に確保されており、普段使いに適した荷物スペースが確保されております。また目立った使用感もなく、良好なコンディションを保っております。続きましてインテリア、紹介させていただきます。インテリアにはレッドステッチ付きのブラックハーフレザーが採用されております。運転席、助手席、ともに良好なコンディションです。また、AMG カーボンインテリアパッケージが装備されておりますので、各所にカーボンパーツが使用された一台となっております。では、エンジンを始動します。ETC カードが挿入されていません。ステアリングに関しましては、AMG パフォーマンスステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されておりますので、自由自在な変速が可能となっております。また、ディストロニックプラスも装備されておりますので、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されております。こちらは地デジの視聴も可能です。バックギアに入れていただきますと、バックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては7速のオートマチックシフトが採用されております。こちらはメルセデス AMG のお車ということで、圧倒的な加速力をお楽しみいただける一台となっております。走行モードに関しましては、コンフォート、スポーツ、スポーツプラス、レースモードが用意されております。また、AMG ライドコントロールサスペンションが装備されておりますので、コンフォート、スポーツ、スポーツプラスの3つが用意されております。AMG パフォーマンスエキゾーストが装備されておりますので、刺激的なサウンドもお楽しみいただける一台となっております。また、両席にはシートヒーター、ブルメスター製のスピーカーも装備されておりますので、非常に快適な室内空間となっております。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2017年モデル、メルセデス AMG、AMG GTS を紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約1000キロと非常に低走行かつ、車両コンディションも良好な一台となっております。圧倒的な走行性能を持つ AMG GTS のお車です。スポーツ走行だけではなく、
純正のハードディスクナビゲーションやシートヒーター、ブルメスター製のスピーカーなど、快適装備も充実した一台となっております。新車保証に関しましてもたっぷりと残っておりますので、ご納車後も安心してお乗りいただけます。市場でもまだ数の少ない AMG GTS をお探しの方は、ぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。